海洋高校相撲部東海哲也総監督。昨日は大の里の晴れ姿を現地で見守りました。勝負あり、国技館が割れんばかりのブワーッ。何があったのかな、あ、勝ったのかな、勝ってくれた、あ、大の里勝ったのかなっていうのが、まあ正直そんなんです。すれ違いの数秒で、だけ頑張ったな、大したもんだぞ、おめでとうみたいな。でその前にお父さんと抱き合いました。石川県から農中学校に相撲留学した大の里。東海監督は自身の経営する旅館を寮にして大の里ら生徒たちと暮らしていました。東海先生がもう車で駅伝のように後ろがわしゃわしゃわしゃって、もうそれがもう思い出に残ってて本当に。で帰ってからのご飯っていうのが本当に至福で、はい、最高だったなと思い出に残ってます。親元を離れ糸魚川で過ごした相撲漬けの6年間、東海監督は成長を見守り続けていました。大の里はもう中学校の時から、すごくポジティブなんです。もう明るい、もうとにかく元気、それもあの子の素晴らしい長所と才能だと思いますね。私もあの6年間長所だけ、あのそんなね、ここが悪い、ここ直しなさい、ここダメだよっていうのは向いてないんですよ、中村大輝には、大の里には。喋りすぎたなちょっと。初土俵から史上最速で初優勝という快挙を成し遂げた愛弟子を今後も見守ります。今のまんまでいいですよ、全く心配ないです。もう一応応援団でいますんで。